私なんかこんないっぱいなんか表情とかいっぱい撮るの初めてなんでちょっと難しいんですけど楽しいです。よーはい OK そうそうおはようございます。想像したよりもお家でびっくりしてるんですけど今日は可愛く撮れるように頑張ります。キスが押せなあかんで今日、うん、キスが終わるよね。全員同じように目しおりがキスが押せるときみんな目つぶってください。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではご紹介を先にさせていただきます、はい、松田しおりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち冷めへんのな。ちょっと諸々直ししてます。関西弁やったら、はい、うちらは冷めへんよな。あそうですね、そのままいいですね、はいはい、では行ってみましょう。じゃあ後ろ向いて、はいはい、お願いします。はい、お願いします。よーい、はい、あ、もう向こうで待っといてって言ったやん。変なもん入れたりしへんから大丈夫やって。よし、はい、しおきち特製お味噌汁完成。ちょっと熱いかもしれへんけど、はい、どうぞ。はい、ガット。はい、ガット。うん、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、OK です。はい、OK です。じゃあ最後これもスーそう、キスから行こうか。キスから行って、はい、そのまま行っちゃおうか。はい、ここでいいんだっけ。では、行きましょうか。はい、はい、よーい、はい、いいじゃないでしょうか。 OK です。はい、 OK。 じゃあ動画の方は以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、一緒だな。ほんまに美味しそうやった。食べる。はい、ありがとう。ネギの匂いがする。ほんまのドラマの撮影みたいにいっぱいスタッフさんがいてカットとかやってなんか演技とかするのが初めてやったんですごい楽しかったです。なんか悲しいなんか喋り方となんか怒ってるのは割とできるんですけど悲しいのが頭でちゃんと想像できなくてなんかそこは何回も手こずりました。AKB48 さんのアベマリアちゃんです。マリマリって呼んでるんですけど仲良くさせてもらっててすごいなんかかっこいい女性って感じなんですよ、マリマリは。なのでどっちかというと自分はふんわりしてるって言われるんで付き合ってみたいです。塩吉を選んでくださり本当にありがとうございます。はい、お味噌汁にチャレンジしてぜひ飲んでもあなたに飲んでもらいたいので告白して私を振らないで付き合ってください。よろしくお願いします。もし遠距離恋愛になったらおはようとおやすみとかのメールは絶対毎日して、でもなんか1日に何回とかは決めずになんか多分自然な感じでメールとか電話とかして頑張るタイプです。なんか
あ、でも尽くすタイプかなとは自分で思うんですけど、なんか付き合ってから尽くすっていうよりかは、あの片思いしてる時に尽くすじゃないんですけど、すごい好きってアピールしてみたりとかしちゃうタイプです。ケーキを手作りして、あとご飯とかを作るの好きやから、手作りしてお家でちっちゃいパーティーを開きます。サプライズ、なんかいきなりサプライズされるのあんま好きじゃないんで、なんかなんやろ、自然な感じで学校帰りになんかどっか連れてってくれるとか、自然な感じがいいです。まず映画館に映画見に行って、でご飯食べてお家帰って、なんかちょっとあのケーキ苦手なんで、生クリームの乗ってないケーキを食べます。あのパイ、フルーツパイみたいなのを食べて過ごします。